どうも、愛嬌です。今日はですね、おたふく手袋さんの展示会に伺っております。これから春夏にかけて快適に過ごすためのアイテムを紹介していきたいと思いますので、動画を最後までご覧ください。それでは、おたふく手袋の徳永さんに今回の新商品をご紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今期の商品お願いします。はい、まず最初はですね、こちらのシューズ、ちょっとシンプルなデザインなんですけども、結構シルエットとかがかっこいいと評判なんですが、こちら先に鉄芯が入っているので安全靴になります。うちの自慢としては芯が入ってるんですけども、ここのトゥーの部分がかなり細身になっている、ね、厚みの部分もそこまで持たしてないと。ただこれ安全靴の性能としてはしっかり試験しているので、ちゃんと耐荷重テストとかストライカーテストは十分いい数字は出ています。でこういうハイカットタイプだとどうしても脱いだり履いたりがね面倒なんで、サイドゴアタイプ、横にゴムをつけてます。なので一度自分の足にフィットさせるように紐を結んだ後は、ここを引っ張ってグッと伸ばしてから足を入れると、ここは触らなくていけるので脱いだり履いたりが簡単ですよと。でまたもう一つは、こういうキャンパス地のタイプっていうと、有名なブランドさん何社かありますけど、だいたいこの辺りに使っている素材がそのままこのタンの部分とか、ヒールの部分にくるんで、ここが薄いんですよね。でここをうちの場合は結構生地のしっかりした厚みのあるクッションを入れてますんで、ここにクッションを持たせるとフィット感がかなり向上します。でここを縛った時もこの足の甲のこの部分ですね、ここにクッションが入ってないとやっぱりちょっと長時間履いてると痛くなってきたりとかがあるので、こういうキャンパス地では珍しくクッション材を周りにしっかり入れてますよと。あともう一つは、小石とか砂が入ってくる、これ結構ストレスになるんで、それもここのタンと本体部分の間にマチをつけてるので、こういうところで砂とかの侵入を防ぎますと。こういう細かいところをちょっと気配りした靴になってますね。これ発売時期はいつぐらいでしょうか。発売がね、今のところ4月の下旬ぐらいかなっていうところです。はい、だいたいお値段的にはいくらぐらい。お値段は4000円ちょっと超えるぐらいかなっていうところですね。でこちら横にあるんですけど、先ほどの靴もフーバーっていううちのブランドでやってまして、フーバーがどっちかというと少しミニマルなデザインでシンプルだけども、シルエットとかカラーとか機能とかで売ってる商品です。でこちら先ほどの靴とトータルコーディネートができるような、全てグレージュで揃えてるんですけども、こういったパーカーでショートパンツっていうのが新しく出ます。あとこちら先ほどの靴が3色あったので、ブラックで同じようにこのベストでショートパンツっていうので、こういうのトータルコーディネート、でもう一色はこういうオリーブですね、オリーブグリーンの方でもトータルコーディネートができるようになっています。でこの中で特にこのベストはかなりこだわって作った商品になってまして、ちょっと私一回着てみましょうか。はい、これも少しゆったりめのオーバーサイズになってます。で生地自体がタスランナイロンっていうナイロンを使ってますので、このタスランナイロンっていうのがエアナイロン紙と言われてるんですけども、軽さがある、それでいて丈夫さがある、それと色がこう化繊の黒の割にはちょっとマットな感じに色が出せますよと。でシワが入った時もいい感じのシワになるので、全くシワくちゃだなっていうんじゃなくて、こういうデザインかなと、あえてこうなってるのかなっていうようなシワの張り方なので、くしゃくしゃっとこうカバンに入れておいてもパッと来た時にそういうわシワだらけっていう風な印象にならない、そこが特徴になってますね。でこのベストの場合は、例えばあとここの首元はスタンドネックっていうので、ちょっと立ちやすく加工してます。しっかり立ちます。であとこのベストの最大の特徴は、ベストってよく着るときに収納力っていうのも結構皆さん期待して買われると思うんですけども、よくポケットを外につけて出しているものが多いんですけども、この商品に関してはパッと見すごくシルエットがスタイリッシュで、ポケットもあまりないように見えるんですけども、こう見えて9つポケットがあります。でまず最初にこちらにこう大容量のポケットがありますね。これは A4 サイズのカタログなんかがすっぽりはまるぐらい大きなポケットがついています。でこのポケットの中に
メッシュのポケットが上と下で、ここで3つですね。でこれは大きなポケットの中にいろんなものを入れていくと、結局ここでごちゃごちゃしてここだけ溜まってくるので、まあ、上にスマホを入れて下に鍵を入れてとか、あとこちらには先ほど鍵って言いましたけど、こういう D カーもついてるので、大事なものはここに引っ掛けて収納ができるようになっています。メッシュのところはボタンがついてるんで、結構物とか持ちにくいです。そうですね、ここをボタンで、あとここの部分のメッシュのポケットのエントリーの仕方なんですけど、この例えば上に入れてた鍵とかスマホとか分けていた場合に、上のものを取りたいというときは、ここの上のボタンだけ外すとスムーズに上のメッシュのポケットに手が入る構造になっています。逆に下だけボタン外した場合は、下のメッシュポケットにスムーズに手が入ると、ポケットの中でうまく収納ができるというようなアイデアになっていますね。これ右側も同じように大きなポケットで、メッシュポケットが上下、あとこちらにはこういったペン差しもついてます。ここでまあ3つずつと、後ろもボタン付きで、かなり大きな、ここから始まってるんで、大容量のポケットが背中側にも2箇所ですね。これ左右分かれてるんですか？あ、左右は分かれてます。ここで壁があります。真ん中で分かれてますね。右側に入れた、左側に入れたっていうのが、取り出しやすいようにくっつけるのを、やめた方が、まあ、取り出しやすいかなと。でここはペットボトルぐらいも一応入ります。これはツーリングの時にバッグ持ちたくない人とか良さそうですね。そうですね、最近もう手ぶらで出かけるとか、もう財布自体がね、どん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 ちっちゃいものも流行ってるので、キャッシュレスの影響もありまして、だからもう本当ポリッコあればもういろんなものが入りますんで、便利だと思いますね。本当シンプルで、普通の T シャツにしか見えないような商品なんですけども、去年も爆発的に売れまして、で実はまあ2年目なんですけどね、一昨年の時はちょっと量少なめで作って、よく売れたので、去年かなり生産量増やしたんですけども、売れました。でこの肌が当たる部分、こちら側が、ポリエステル、でこれは冷感機能と吸汗速乾機能を持たしたポリエステルで、ひんやりしますよと。で外側が綿っていう、2層の商品になってます。でこれが全部化繊でやると、どうしてもこういったテカテカした色が表も出てきてしまうので、なかなか普段着とかでこうデニムとかにね、合わせにくくなるので、外を綿にすることでこういう風合いの色が出せると。あとは横に便利なこういう隠しポケットが両脇についてます。この辺りが結構人気で、あとシンプルなので、いろんな服に合わせやすいというのでよく売れまして、今年はここもマネキンも着てますけど、これの長袖バージョンが出ます、まあ、春先とか秋口とか非常に活躍するかなと。ただこのちょっと注意していただきたいのは、これしっかりした厚地タイプになってるんです。でこれ1枚で結構透けにくくて評判良かったんですけど、この袖が結構大きいので、ここから空気が入りやすかったんですね。で良かったんですが、長袖にするとちょっとそのあたりがベンチレーションの効果がちょっと薄れてしまうので、実際私が夏着たらかなり暑く感じてしまったので、こっちよりも生地は薄めにしました。で薄めって言っても、スケスケとかじゃなくて、普通の T シャツのようなイメージの厚みになっています。でこっちも評判良かったので、両脇のポケットはそのまま残しています。さっきの厚地の方の、シャツで、こういうハーフパンツも作りました。でこちら最近のハーフパンツってもう前何もついてないの多いんですけど、ファスナーが一応ちゃんとついてますね。なるほど、はい、でベルトループついてたり、で前が見た時はこうギャザーがないように見えるんですけど、後ろがギャザーいっぱいついてるんで、ベルトなしでしっかりこれだけ伸びますね。あと横に携帯用のサイドポケットがついてます。前とか後ろだと、特に後ろって、ね、車に座るとか椅子に座った時に結構邪魔 で前は、まあ、普段あまりないかもしれないんですけども、これ一応僕たち仕事する人たちに向けても作ってるので、こう太ももで重たいものを支えるっていう時にここに入れてると、携帯入れてると不便なの で横に携帯用のポケットつけてますよと。
でこれもこう足を振り上げた時に落ちないような仕組みになってます。これすごいですよね。そうですね、もう本当ここに縫い目を入れただけなんですけど、これだけでスマホが結構落ちないんですよ。で私もこう足組んでタクシー座ってて知らない間に携帯落ちるっていうのを2回ほどやってるんで、で電車でも一度やってますんで、今年の夏はもうずっとこれ着てると思いますね、はい、これはちょっとバイク乗るときは推奨できないですけど、普段着としてはすごくそうですね、もうこれ多分これも部屋着としては最高だと思いますね、真夏コンプレッションウェアが苦手な人はこのタイプはいいですよね。そうですね、はい、あと日焼けちょっと嫌だなっていうのはあると思うんですよ。でこういう半袖の下に最近だと、まあ、普通に長袖のコンプレッションを着て T シャツ着てっていう人もいますし、暑いっていうので腕カバーをしてこういう T シャツを着てっていう人もいらっしゃいますね。で今うちの会社でも売れるのかっていうような商品がこの2年ずっと売れてるんで1個持ってきますけども、はい、今の半袖の下に着るのを想定してる感じですけども、アームカバーを背中でもうくっつけてしまえっていう。でこれはアームカバーがずってくるっていうこのストレス、ここなんとかしてよっていう声が多かったんですけど、いろいろ試したんですけど、やっぱり値段が上がってしまったり、ここにマジックテープ飛べたら片手でしかできないので面倒くさいし難しいとかっていうので、もう思い切っても背中でくっつけちゃえと、もう絶対ずれない、これだったらアームカバーの良さすぐ脱着できるができなくなってしまうんで、ここでみんなちょっと売れるのかなって言ってたんですけども、この T シャツの下に着た時に長袖をもし下着てるとここが二重になっちゃうと、これだと本当ここは T シャツ1枚と同じになるので、そのあたりでかなり涼しくなるよと。であとここもアームカバーって結構ずれないために締め付けが強めになるんですけども、これずれないがあまり関係ないのでちょっとここにゆとりがあるので、このあたりの締め付けも楽になりますというので、ちょっと私たちの想像以上によく売れている商品ですね。去年も一昨年も完売しちゃったんですね。そうですね、一昨年はもう本当社内でもまあ売れないんじゃないかという声があって、ちょっと今これ見てる東京支店の営業のこの発案なんで、ちょっと見てたら気悪くするかもしれないんですけどみんな結構これは売れないだろうって言ってたんですけど、試しにちょっとだけ作ったら即完売して、で去年の夏はたくさん作ったんですけどまた完売して、で黒しかやってなかったんでお客様の方から白も出してほしいっていうので、今年の夏は黒に白も加わります。これは発売はいつ頃、はい、黒はもう、いけます。で白でおそらく3月下旬か4月上旬ぐらいかなっていうところですね。あと白でも日焼け止め効果はしっかりテストした結果は出てますんで、UPF50 プラスっていう、まあ、最高ランクの日焼け止め効果があります、はい、なんか一般的には黒の方が強いって言われてるんですよね。そうですね、黒の方が紫外線カットっていうのは熱を吸収してくれて通さなくて効果が出やすいんですけど、うちはこちらの白色に UV カット加工溶剤で加工しているので黒と同じようなレベルで紫外線効果が発揮できます。でこちらがコンプレッション系のピタッとしたタイプで、うちでパワーストレッチエボっていう名前で販売してるんですけど、このエボ自体は次の夏で4年目突入なんですよ。でただ実は去年少しリニューアルしてますっていうのは、サイズ感がちょっとここがダボついてるっていうご意見が多くて、実際に私たちもそこはあまり良くなかったので、もう途中で販売やめて、で去年に新しく品番も変えてもう再出発と。ただ商品の機能面に関してはすごい評判良かったんで、サイジングを見直して去年もう一度再出発したと。でそこで二輪館祭りでも販売してみたんですけども、まあ、私たちがするとちょっと高価なインナーウェアで3000円の半ば後半ぐらいするんですけども、まあ、ご説明させてもらうと、いやいや安いですよっていうので結構買ってくれました。で特徴としてはコーデュラっていう強ナイロン紙、強いナイロン紙を使ってます。で私たちは強くしたいわけじゃなくて薄くしたかったんですよね。でそれは夏場着るとやっぱ分厚いとそれだけ厚くなっちゃうんで薄くしたいと。薄くすると生地が弱くなるっていうので、コーデュラっていう、まあ、非常に強度に優れたナイロン紙を使ってます。でそこにこのコーデュラは接触冷感というものが、私たちがレギュラーでやっている商品に対して約 1.5 倍ぐらい高い接触冷感の効果があると。あと乾くスピードは
私たちがレギュラーでやっている吸汗速乾ですよっていう商品の2倍ぐらいのスピードで乾きます。あとはライクラフレッシュっていう消臭紙を入れているので、消臭機能もアンモニア、酢酸イソキッソン酸ノネナールと4大薬種全部に高い効果があるので、とにかく夏用のコンプレッションでいいのって言ったら、もうこれだったらオールインワンで全機能入ってますという感じですね。あとクルーネックっていう丸首だけじゃなくて、バックハイネックっていうこの後ろだけハイネックみたいになってるこの商品があるんですけど、これも結構評判が良くあってですね、前はこうハイネックになると夏なので暑くて嫌だと、ところが前傾姿勢にするとこのうなじが丸出しになると、ここを紫外線浴びると結構体力を消耗されるって言われているので、それをこの後ろ側はハイネックにして紫外線を通さないようにして体力の消耗を和らげてますと。汗が襟につかないので汚れ対策にもいいですよね。あ、そうなんですよね。そういう使い方ができるなっていうので、上に着ている、ジャケットなりなんなりがここ汚れてくるっていうのも、ここが汗を取ってくれるんでそこも防げますんで、だから私たちもこれちょっと変わった形なので、クルーネックは2色やってて、ブラックとこういうのやってるんですけど、こっちはブラックだけでやってたんですけど、二輪館祭りの時はこっちの方が売れましたんで、こっちこそ色ちょっと増やしていきたいなと思ってます。これは半袖とロングタイツもやってます。夏場はタイツも履いた方が涼しいですもんね。そうですね、私たち夏用のタイツって昔出した時は膝上と膝下しかやってなかったんですよ。その2個を出してずっと売ってたら、バイクユーザーさんがいやいや足りないと、くるぶしまでのやつを夏でも出してくれって言われたんですね。でいやいや暑いだろうっていうので、私たちも半信半疑だったんですけど、ちょっと信じて出してみたら、今バイクユーザーもですし、作業現場の人も長いタイプの方が買ってくれてて売れてますんで、本当ありがたいなっていう感じですね。作業業界だったら私たちが本当一番早くに長いの出したんで、これバイクユーザーさんがいてなかったらうちも出してなかったかもしれないので、本当助かりましたね。僕のチャンネルでミレーの編み編みよりいいじゃんって言われてるせい結構コメントで多くて、これですね。ちょっと特許申請している商品で、ミレーさんとかのやつに似たやつうちも結構長年やりてまして、それの冷感バージョンの夏専用っていうやつをちょっと去年開発したんですよ。でこれやっぱり夏は夏場の方専用のモデルの方がやっぱり涼しいので、こちらの方がおすすめですね。で肌に当たる側、これちょっとメッシュになってるんですけど、この膨らんでる盛り上がってる方が肌に当たるので、ここをポリエチレン使ってて、外側を薄く吸汗のポリエステルを貼ってます。でポリエチレンって水吸わないんで、本来ポリエチレンだけでインナー作るともうびっちゃびちゃになるんですよね。でだからこういうメッシュにしてポリエチレンを避けて汗を外のポリエステルに吸わせて、肌が当たるメッシュのこの盛り上がってる部分、ここはすぐサラサラになりますよと。でそこがまたひんやりする素材なので、夏場はこれを一番下に着てから何か T シャツ着るとか、ポロシャツ着るとかっていうのをすると、これを通じてもう一枚上に着ているシャツ側に汗を移動させるので、すぐサラサラになるよと。あとはひんやりもするよと。これはノースリーブとちょっと変わってるんですけど、腕はコンプレッションで、ボディ部分は先ほどと同じメッシュになっていると、こういうのも出てますんで、これベスト上に着た時とかに袖が丸出しになるので、ここは日焼け止めとか、これも半袖の T シャツの時に腕は日焼けしたくないっていう時に、さっきのシュラグっていう手もありますけども、汗のベタつきはこっち軽減できるので、これ着てから T シャツっていうのもすごくおすすめですね。ミレーも使ったことあるんですけど、確かにこういうの着ると汗びえ全くしなくなるじゃないですか、なのでミレーもすごく重宝してたんですけど、一貫性ちょっと高かったんですよね。これちなみにおいくらぐらい？これはこっちで2000円しないですね。めちゃくちゃ安いですね。そうですね。これちょっと喧嘩売ってるんですか？いやいや。でミレーさんがとかやってるやつとかは汗びえ用は僕たちの方でもこっちでちょっとやってるんで。別種類なんですよ。すごく似ちゃってるんですけど、はい、こっち側はポリエチレンポリエステルで冷感機能がないので、秋とか冬はこっちですね。でこっち側はもう真夏用ですね。これに冷感機能を足しましたっていうのがこちらですね。
本当ちょっと 見た目が似ているので、霊感タイプっていうのと霊感じゃないタイプっていうのがあります。オタフクさんのインナーってちょっと見た目は似てるじゃないですか。そうなんですよ、ね、なんかちょっと春夏用と秋冬用がちょっと分かんなくなるっていう。そうですね、あの実は今ここの洗濯ネームで色分けをしてるんですよ。あ、そうなんですね。夏用は青、あ、爽やかな青、はい、でオールシーズン用はあの緑、あで冬は黒。なるほど。っていう風にここの洗濯ネームの色であの判断が一応つくようにしています。これ最近やりだしたんで、はい、お店にある在庫とかがまだ対応できてなくて黒っていうこともあるんですけど、あともう1年2年したらもう多分市場に出てるの全部これで統一できると思います。新商品はもう全部対応してますんで。はい、というわけでですね、今回はオタフク手袋さんの展示会に行ってきました。僕がちょっとね使ったことがない製品とかもありましたんで、今年の夏もですねオタフクさんの製品を紹介していきたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。